いつかアイドルの一番星になる虹の夢アイカツ始めます。早く夢ちゃんに伝えなくちゃ。なんだか喉の調子が悪くて。見せてごらん。あ、もっと大きく。あ、特に炎症とかはしていないようだけど、まあ大きなステージを成功させて喉にも負担がかかったのかもな。しばらく喉を休めるといい。はい。そういえばこの前みたいにすごく力が出せたステージの後っていつも声の調子が良くないかも。知らない間に無理して負担がかかってるのかな。もっと腹筋鍛えなきゃ。もっとまっすぐ発声することを意識して正確に目線もう少し上。ノーラもランチ行くよね。ごめん、私昼休みに自主トレするつもりだから。そっか。ゆめ、本当のライバルになるにはもっと本気にならなきゃ。しばらく一人で挨拶しようと思ってる。心配しないで、今まで通り二人が親友であることに変わりはないから。少し自分を追い込んでみたいんだ。うん、わかった。ゆめちゃん、一緒にランチ行こう。うん、いただきます。おいしい。腹筋しすぎてお腹ペコペコだったんだ。あのね、ひめちゃん、ん、私ね、海外に引っ越すんだ。お父さんの仕事が長引くかもしれないから家族みんなで一緒に行くことになったの。来週にはイタリアに出発する。ごめんね、話すのが遅くなって。早く言わなくちゃって思ってたんだけど。そんな、アイカツはやめちゃうの？大丈夫だよ、学校は変わっても向こうでアイカツは続けるつもりだから。ゆめちゃん泣かないで。ゆめちゃん、私も泣かないよ。私たちには肺活がある。遠く離れてても一緒に頑張れるって信じてるから。笑ってお別れしたいんだ。うん、わかった。小春ちゃんを笑顔で送り出せるように私頑張る。ありがとう、ゆめちゃん。この番組はバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
七色のキャンディー。聞きましたわ、小春のこと。来週だなんて急すぎるわね。うん、大丈夫ゆめ。いけない、悲しむのを後にするって決めたんだ。でね、みんなにも協力してほしいことがあって、小春ちゃんのためにサプライズでお別れパーティーを開こうと思うんだ。面白いじゃない。私は別に一緒にやりたいわけじゃありませんけど、どうしてもって言うなら参加してあげても。アコもやるって。ちょ、何勝手に。じゃあやらない。やりますわよ、小春のためなら全力でやるに決まってますわ。ありがとうみんな。お別れパーティーなんだけど、私たちも協力させて。え、七倉さんにはいつも親切にしてもらったからお返しがしたいの。ありがとう、楽しいパーティーにしたいんだ。うん、虹野さんも寂しくなるでしょ。七倉さんっていつも虹野さんの話してたもんね。え、私の話？そうそう、ゆめちゃんはすごいすごいって自慢の幼馴染だって。誰よりも応援してたよ、小春ちゃん。はぁ、失敗した。頑張ってゆめちゃん。負けないでゆめちゃん。四つ星学園レベル高すぎ。大丈夫だよゆめちゃんなら。いつでも私のこと励ましてくれたんだよね、昔から。小春も夢のステージにいつも励まされるって言ってましたわ。あ、そうだ、パーティーの最後、夢が小春のためにステージで歌うってのはどう？私が？そうね、それが一番嬉しいと思う。うん、わかった。小春ちゃんへのこれまでの感謝の思いを伝えるために絶対最高のステージを見せるから。荷造り終わった？うん、今夜の飛行機だっけ？そう、夕方に両親が迎えに来るの。あ、じゃあ夕方まで時間あるよね、ちょっと付き合って。こっちこっち、いいよ、目隠し外して。ちゃんのためにサプライズパーティーを準備してたんだよ。小春を見送りたいってたくさんの人が集まってくれて、学園長や先生方も来てくれましたわ。嬉しい。短い時間だけど楽しんでね。ありがとう。まずは小春の四つ星学園名場面スライドショーですわ。お仕事の合間に急いできたの。夜空はまだ撮影があるけど、出発までには必ず戻るって言ってた。 S4 の先輩たちまで。お忙しいのに私のためにすみません。これ小春ちゃんにプレゼント。わー、すごい、 S4 のサイン色紙。嬉しいです、七倉家の家宝にします。小春ちゃん、私たちからもプレゼントがあるんだ。結構似てると思わない？下手だけど一生懸命作ったんだ。あら、私は下手じゃありませんわ。小春の人形はほとんどアコが作ったんだもんね。小
春ちゃんが寂しくないようにと思って。ありがとう。それでは最後に親友の虹の夢がこれまでの感謝を込めて花向けのステージを披露しますわ。小春ちゃんのために最高のステージを見せたい。一番最高のステージを。小春ちゃんの好きな色、新たなページをめくる小春ちゃんをイメージして。喉はまだ本調子じゃないけど、思いっきり頑張れば今までで一番すごいステージができるはず。虹の夢、行きます。になりました。元気でね小春。手紙ちょうだいね。イタリアだなんて羨ましいですわ。向こうでもアイカツ頑張るんだぞ。はい。ゆめちゃん大丈夫かな。きっと頑張りすぎたんだね。小春にいいステージを見せたいっていつも以上に張り切ってたから。そう、ゆめのことだからきっとお腹が空いたらすぐ目を覚ましますわ。うん、ゆめちゃんのことよろしくお願いします。おーい、小春ちゃん、よかった間に合って。夜空先輩、朝日先輩、仕事が押しちゃって。これ小春ちゃんのファンを代表して
ずっと待ってるからね。お肌を大切にね、夜空先輩。お別れだなんて寂しい。いい匂い。そうだ、これ私と同じ香りのミストなの。わあ。これを使って香りを感じたら、私がそばにいると思ってね。はい、ありがとうございます。そろそろ時間だな。はい。小春、気をつけてね。元気で挨拶するんですわよ。いってらっしゃい。ありがとう、みんな。これからも素敵な挨拶を。急に起き上がったりしたら。ゆめちゃん大丈夫？私、小春ちゃんのところに行かなくちゃ。ちょっと虹野さん、ゆめちゃん無理しないで。小春ちゃんにちゃんとさよなら言わなくちゃ。ゆめちゃん、小春ちゃんならもう出発したわ。出発の直前までゆめちゃんの枕元にずっとつきっきりだったのよ。心配してたわ、すごく。そんな、私小春ちゃんに喜んでもらいたかったのに、ちゃんとお別れしたかったのに。ゆめちゃん、大切な話があるの。はい、これ喉に効くの、飲んでみて。どうして私。ゆめちゃん、以前にもここで二人で会ったことがあったわね。あの時からいつか話さなくてはと思っていたわ。ゆめちゃん、自覚はある？時々自分が自分じゃないくらいすごいステージをしているってこと。はい。実は私もね、1年生の頃に同じような経験をしたのよ。私たちは同じ運命に導かれたの。いいことか悪いことかはわからないけど、まるで挨拶システムに選ばれたみたいに。初めのうちは思った以上にすごいステージができて嬉しかった。だけどそれが何度か続くうちに、なぜかステージを終えると声が出なくなっていったわ。だんだん私はステージに立つのが怖くなってしまった。甘えるな、白鳥。今の自分を超えていけ。お前には才能がある。自分を磨いて乗り越えろ。ステージの神様に与えられた試練だと思え。それから私は必死で努力したわ。どんな状況にも左右されず、いつだって自分の実力だけで最高のステージができるように。ごめんなさい、怖がらせてしまって。だけど大事なことだから。あの、ごめんなさい姫先輩。私なんだかわかりません。今は小春ちゃんのことで頭がいっぱいで、ごめんなさい。いいの、ゆめちゃん、負けないで。
小春ちゃんから。ゆめちゃん、もうすぐ出発の時間です。最後に二人で話せなかったからお手紙を書くね。今までありがとう。ずっとずっと楽しかったね。アイドルに憧れて S4 ファンになって二人で四つ星学園に入れたなんて今も信じられない。毎日がキラキラしてて本当に夢みたいだったよ。私がイタリアに行こうって思えたのはゆめちゃんのおかげなんだ。ゆめちゃんのすごいステージを見るたび私ももっと成長したいって心から思った。そのためには今のままじゃダメだって気がするの。私たちはまだ未来の途中。新しい場所で新しい自分を探してきます。私の新しい肺活のスタートラインです。ゆめちゃんのファンです。小春ちゃん。ごめんね小春ちゃん、きちんとお別れできなくて。もう二度とあんな失敗ステージ見せたくない。絶対に。私もここが新しいスタートライン。夢の夢は S4 になること。ページをめくるたびに新しい君がいるね。泣きたい寂しいけど、ゆめちゃんたちに負けないように私もまだまだアイカツ頑張るよ。イタリアではどんな出会いが待っているか楽しみ。またね小春ちゃん。カタ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 ピンポン。ゆめ、あなた秋フェスに出るべきですわ。次回アイカツスターズ、羽ばたけスカイガール、スカメンアイドル一番星。この番組はバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。